からですね、おふくろの家に戻って、それから、おふくろのカフェで、ランチを、していきたいと思います、そういうことで、皆さん、チャンネル登録と、グッドボタンよろしくお願いします。はい、それでは、今からここで、ランチをします、今日泊まったところですね。ここはお袋の家、これは民宿で、お昼はお袋のカフェです。はい、ありがとう。はい。重たいですけど。はい。
じゃあ那須さん元気でね。はい、ありがとう。ありがとう。よかった。うん。いえいえ。ごめんね、わざわざ送ってもらって。うん。うん、じゃあね。ありがとうございます。また、撮ってるけん動画。じゃあね。ありがとう。お元気でー。ああ、よかった。ああ、帰りたくないな。でもまた明日から仕事か。よし。バイバイ。はい、うん、おいしい。エビフライとエビフライです。うん、わおいしい。お父さんが作ったの？父さんと母さん。なんかすごいね、お父さんも。おいしい。なんか言ったよ、なんか一回ケチつけよったよ、なんか甘くないとか。いやいや全然いいやん、全然やん。本当ですか？そう。うん、じゃあずっとあれ、はい、ここで繋ぎながらイタリアンのお店。そうなんですよ、うん、いいやん、これ働くとこもあってあるのね、うん、いいんですけど。毎日？毎日じゃないです、全然。週に何回とか？週にもうほんと2回とか、うん、忙しいと、その店は。めちゃくちゃ忙しいです、このコロナの中で。商人来てて、ね、もう全然関係なかったんですよ、コロナ。多少は。あ、そっか、岡山県あんまり出てなかったんか、そこまで。あんまり出てない。うんうんうん、島は？島は、うん、やっぱお客さん、うん、キャンセルはあったんですけど、うんうん、宿泊。うんうん、そうだね。でももう元々減ってきてたんで、うんうん、お客さん。へえ。でもイタリアンでね、そういったまた接客、はい、うん、してね、うん。頑張ってる、頑張ってる。なんかねえ、あのまあいいや、後でまたゆっくりちょっと時間があれば話そう。はいはい、うん、あとおつゆとフルーツで終わりです、うん、はい、ありがとうございます、はい、うん、うん。